しましたよってことでね。ちなみに乗り換え改札ってなんか切れたことありましたけど、養老鉄路の乗り換え改札ちょっと面白くて、近鉄側の方にはそのまんまね、特に真坂方面にはそのまんま、行けるんですけど、IC カルタッチするんだとあれなんですけど、乗車券売り場はそれぞれやって、一回ここで改札を通ったことになるんですよね、養老鉄道ので、またここで改札に入るっていう、あの名鉄とかだとそのまんまね自動であれですけど、なんかここはそういった独特な構造になってますね。ちなみにここから、ね、西川だ、からね、また三岐鉄道の方のねやつもね潰そうかなっていう案もねあったんですけど、ちょっとねコロナの時間今日平日なんで、普通に学生さんのね利用が増えるんで、さすがにねちょっとね利用しにくいかなということでこれしました。で1回デジカルキップちょっと気になったんですよ。この前このトップアイキップ使ったんですけど、そう名古屋の方に行くのにデジタルキップってあるって、利用期間どれぐらいなんでしょうね。ちょっと最近切った時もなんか偉い結構いろいろ買ってますね。そうデジタル回数切符はちょっとね急になってるんですよね。一応受かったら130円のところになるんで、5枚で2000円だから1枚あたり400円計算か、多分400円計算になるんで100、通常が530円ですもんね今。有期限がどれぐらいだったっけな、それだけ調べてみよう。まあ、せっかくこっちに出てきたし、いや昼飯結構食えてないから食えとかあったら行ってきたいけどな。じゃあロッテリアあったな、そりゃ。ああ。あ、ってことで、結局、あったかもしれない。だろうね。まだの方から、あと全然歩いていける距離なんですよね。これも朝に帰ってくると思うよ。違ったので、違う、見せたら。そうなんですよ。今日、やってくみたいになって。戻ってこいと思いました。いや、こんなんでいろいろ出てるんだね。